古着屋シミー、どうもおはようございます、古着屋シミーです。さあ本日は買い付けです、はい、朝ですね9時ぐらいです。買い付けはね毎回大変なんですけれども楽しいですね、今日も頑張っていいもの見つけたいと思います。行ってきます。はい、ということで本日はですね、とある、まあ、ディーラーに会いに行くんですけれども、とりあえず東京離れてちょっと遠くまで車でレッツゴーっていうような感じでございます。はい、ということでですね、中目黒に戻ってまいりました。本日も大収穫でですね、ちょっと見ますという感じでですね、結構今回は少数精鋭ですね、少数精鋭で、てかスタジャンをね入れたかったんですけど、いいスタジャンがいくつか抜けて、あと大物もね、結構ごつめの大物もいい感じのが入ったので準備していきたいと思います。はい、ということでですね、ちょっとまあ洗えるもの、水洗いできそうなものはちょっと持って帰って洗濯してっていう流れですね。チラッとお見せするこの辺のさ、ライナージャケットとか、あとね、あ、いいなと思って、結構挑戦な、自分の中では挑戦なんですけれども、90年代ギャップのさ、いい感じのレザー、マジかっこいいんだよこれ、大人っていう感じのさ、いい感じのレザージャケット、状態もいいしとか入れられたので結構満足なんだよね。あとはまだちょっと内緒なんですけれども、かなりのスペシャルピースもゲットできましたので、それはちょっとインスタグラムをチェゲラしていただいて、じゃあちょっと準備を進めて一旦戻ります。はい、ということで今もう自宅に戻っているんですけれども、まあ戻って洗濯して、まあちゃんとメンテナンスですね、メンテナンスをして、まあお店に出せるような状態にするということでございます。まあ買い付けの日はすごいタフだけどすごい楽しいっていうね、この相反する気持ちがこう同居するような一日ですね。まあでも総合楽しいですね。どういうお客さんが手に取ってくれるんだろうなみたいなのを考えながらこう見ていくのはすごく楽しいですね。ということで今回の動画はここまでで以上にしたいと思います。面白かったと思ったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。古着屋シミでした。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。中目黒の古着屋、古着屋シミをよろしくね。